はい。今日はね、ゼフィラン札を作っていこうかなと思います。以前ね、サイサリス作りましたよね。で、サイサリス作って、前回はドンドローベンのサンドブラウンね、もうずっと0083つながりでね、今ちょっと最近やっちゃってるんですけれども、はい。まあ、これはもう主人公、コウ・ウラキがね、一番最初に乗るね、ガンダムでございます。盗まれちゃわない方。盗難率が低い方ね。うん。まあ、装備もね、このように、まあ、ビームライフル、ビームサーベル、で、シールドに、90ミリマシンガンと、コアファイター2というね。はい。まあ、本当にオーソドックスな、まあ、王道を行く、まあ、ガンダムっていった感じですね。もう主人公のために作られたかのような、もう正統派の、まあ、機体でございますね。まあ、とりあえずね、開けていきましょう。開封の儀。もうパーツ点数もそんなに多くなくて、ランナー5枚で、0083って、このね、1号機って、なんか周りがさ、すごい、なんか特徴がありすぎて、ちょっと存在感薄いんだよね。いや、ごめんなさいね。僕好きなんですよ。ゼフィランサス好きなんだけど、うん、アニメだとね、どうしてもね、作中だとね、どうしても、周りの機体が、結構ね、独特じゃないですか。なんでね、結構埋もれちゃってるとこがあるんじゃねえかなと、思うんですけど、まあ今回はね、これをかっこよく作っていきたいなと、思います。それじゃあ早速作っていきましょう。できました。一応ね、これで素組みが終わりました。いや、十分ね、全然ね、この状態でもかっこいいんですけど、いや、まだまだね、墨入れしたりとか、あとね、これアンテナ、わかります？これ歯ブラシみたいになってますよね。これね、安全のためにね、こうなってるんですけど、 HG って、このね、アンテナもね、ほら、よく見るとトキントキンじゃないんですよ。あ、トキントキンって最近知ったんですけど、これ方言らしいですね。トキントキンって言うと、あれです。トキントキンって意味です。で、ここをね、まず切り落として、ヤスリ掛けして、尖らせるね。これはもう、ガンプラ作る上での、義務だと思ってますので、トキントキンにしたいと思います。あと、墨入れしてね、あとちょっと簡単に、手加えていきたいなと思います。
完成しました。ガンダム試作1号機ゼフィランサス、いやーかっこいいね、バッチリ決まりましたねこれね。これ結構ね地味に手を加えました。ちょっと外からバイクのいい音が聞こえましたけども、はいね、なんだろう、見えるねグレーの場所、ちょっとねチラ見せするねこう内部パーツっていうか、なんだろう、ちょっと露出してるね、こうなんていうのかな、はい、ちょっと見えるね、こう元はグレーなんですけどね、ちょっと見える内部色とかをねちょっと僕は金に塗ってしまうなんか癖があるんですね。はい、癖というか好みというかね、はい、ということでね、いろいろ塗っちゃいましたね。であとここのね足のこのシリンダーですね、シリンダー僕ね金か銀で塗っちゃうんですよね。この癖はね治んないっすね。うん、なんか塗っちゃう、なんか縦もちゃっかりねなんか塗っちゃう、うん、塗り分けちゃう。であとねここもね本来は白なんですけどね、なんかちょっと塗りやすそうだなと思ったんで黄色に塗ってみました。はい、そしたら意外とねいい自分で言うのはあれなんだけど、意外とねうん、良いと思いました、僕は。はい、あ、皆さんはどう思われるか、まあガンプラなんでね、自己満の世界ですから、はい、そこはね、はい、ご了承くださいと言いますか、はいね、まあ、こんな感じなわけですけれども、以前ね僕ゼフィランサスじゃなくてサイサリス作ったんですけど、サイサリスもねちょっとねデカールを何枚か何箇所か数箇所ぐらいちょっと貼ったんですけれどもね、今回はちょっとね多めに行きました。まあ、なんでかというとね、この子って試作機じゃないですか、建前上はこうな警告文書みたいなのがさ結構いろんな至る場所になんか貼ってあるべきなのではないかな、さっきはみたいな、はい、まあ、そういうイメージのもとちょっと今回はね胃もたれしそうでしない程度ぐらいにちょっといろいろデカールをね貼っちゃいましたね。さりげなくね、なんかこういうのがさあるとなんかちょっと試作機っぽくないですか、なんかそうでもないですかねこう頭とかね、ほらあんまりさ頭にデカール貼ることって少ないじゃないですか。でもこれ試作機だからなんかありかななんていうね、はい、自分なりの解釈でちょっといろいろやってみました。はい、でね隣になんでタミヤセメントがあるのかと言いますとですね、アンテナが折れましたアンテナパッキリいっちゃって、うん、やっぱいかんね、ここもねあれ安全のためにさちょっと分厚くね成形されてるんですけど、あれをね切って削ってまあちょっとねエッジ出しをしたんですけどもね、そうするとやっぱこう強度がねやばいですね。頭ポロンっていただけでパキッと折れちゃって、はい、もう急いでタミヤで直してます。で、あれです、ついさっき折ったばっかなんでまだ多分くっついてないです。はい、今回の日朝ガンプラ部第2回はゼフィランサスでございました。はい、まあ、次回はねもう何作ろうかな、もう今のうち決めとこうかな。うん、次はね僕ねあれを作ってみたいんですよ、AOZ アドバンスオブゼータ、ティタンズの旗のもとにとかいうさ小説作品のやつでなんか出てくる機体がみんなかっこいいのよね。で何個かねうちあるんだけどまだ一度も手をつけてないんですよ。なんでちょっと次回はですねちょっとアドバンスオブゼータからですねなんかちょっと作りたいなと思っておりますので、また来週の日曜朝プリキュアが終わったら集合ということで、はい、それをだけを覚えて帰ってください。はい、というわけでねまた次回お会いしましょう、もしくはまた別の動画でお会いしましょう。それでは皆さんご安全に、インスタにいっぱい写真あるんでよかったら見てってください。